はいどうもカッ長ですじゃあこの動画ではねちょっと多分この動画も前後半に分かれる格好になりますかね主人公というか、えー、メインがこれ杉田美桜さんですかねもうずーっと攻撃され続けてらっしゃるんですよね杉田さんねよっぽどあの事実陳列罪、ね、このパヨった連中反日売国にとって都合が悪かったんですかねうんかなりしつこいですよねでまあこの杉田さん えー、この政務官辞任されたことについて安倍政治を許さない国葬反対と主張する団体に、えー、謝罪するぐらいならとやめますと辞任した安倍元総理を尊敬する自民党議員としては当然のことだって言い放ってみたりとか,、えーまあ、これなんかニュースがいくつかあるんですよねあとこの杉田さんがねこの北による拉致もないことにされ、えー、慰安婦の強制連行制度令は事実のように報じられ 今どうですかとっていうこの発言をされてみたりとか、まあ、この主にこの在日特権の話ですかね。うんまあ、例えば、有田さん、有田さんで有田良夫さんね、えー、在日特権などありません。ないものはない。えー、杉田さんは変質的な差別主義者です。って噛みつかれてみたりとか、じゃそもそも在日特権って何なんですかと ねえあいつらはほら例えば朝鮮学校とかね今のこの有田さんとかね反日売国税はない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 言い張るんですけどもその割にはだって、ね、例えばじゃあ通名とかどうなんですかうんまあちょっとねその辺をね、えー、順番に見ていきましょうかね。 これがなかなかね、YouTube でも取り扱いが難しいテーマなんですよ、実は。<laughs> ただ絶対大事なんでね。これはあの我々、特に日本生まれ、日本雑の日本国民、これ避けて通るわけにはいかないんで、今までなんかもうめんどくさかったりとか、ね、なんか、あの、まあ、単純に知らされてなかったっていうのも大きいんですけども、もうさすがに今そんなこと言ってる場合じゃないですからね。 うん、これはもう我々日本国民こそがきっちり事実を事実としてありのままを知って知った上でどうするのかっていう判断をもうしていかなきゃもうだいぶ遅いぐらいなんで本当に、うんね、いやもうなんかもうどうすることもできないからつってほったらかしにするわけにはいかないんですよ、うん、だけどやっぱりねあの基本的にはそうですね僕なんか偉そうに言うあれじゃないんですけども日本生まれ日本産地の日本国民が不利益を被ってるわけですから 我々が声を上げないわけにはいかないのに口つぐんでたんでそれはやらかす方は調子に乗るよねちょっと脅かせば黙るんだからさ、うん、でもねこうやって公のこの立場に立って、ね、この国会議員やられてる杉田さんは違ったわけじゃないですか、ね、違うもんは違うダメなもはダメ、ねうんはだめ在日特権なんて認めるわけにはいかないと 応援しないわけにはいかないわけですよね、うん。むしろ一緒になって足を引っ張ろうとするやつこそ日本社会の敵ですよ。うん、まあいいや、ちょっとね、順番に見ていきましょうか。えーと、まあ、杉田さんのこれは、ツイッター、ツイッターからになりますかね。えー、安倍政治を許さない、国葬反対と言っている団体に対して、まあ、これ、いわゆる財務ですよね。えー、謝罪をしたくないのは、安倍晋三元総理を尊敬する自民党議員として当然のことです。私が特別なのではありません。と。 まあこの団体、えー、この団体というのは首相に、えー、杉田明氏の罷免要求した市民団体というのがあって、これが財務でしたよね。アイヌ政策検討市民会議。何が市民会議だよな。えー、ロシアに北海道介入を嘆願、尊敬する大統領閣下とかね、150年にわたって非常な苦労を強いられてきました。ね、しくしく、不二子、不二子、不二子みたいな。こう嘘で出たまめこき上がる、ふざけた団体ですから。ね こんなもん存在させておいていいんですかね、日本国内に。ね、こんなこの反日売国団体、ね、この、要はこのチュッパチャプターの一角ですからね、あんなの。だってアイヌ、アイヌでしょうん、なんで半島民が関係あんだよって、もうメンツからして、もう諸バレじゃん。もう食い物にしてるわけですよね。うん、チュッパチャプスのーのネタに使ってるだけなんで、あんなやつなこの謝罪する価値っていうか、意味ってみじんもないですからね。うん。 うんなさあ LGBT 法案を無理やり通したどっかの誰かと違ってさねえ LGBT メガネさん、うん、まあやっぱりね、うん、杉田さんはやっぱりこの応援したい、えー、人の一人じゃないですかね。うん であとなんかもう1つ、ね、えー、この杉田さん、この北による拉致もないことにされて慰安婦の強制連行制度隷は事実のように報じられ今はどうですかっていう部分ですよね。うん、本当ですよね。だこの1つ、まあ、1、2、3、3つありましたけどね、うん、いや、まあ、半島に対してっていう部分で言えば1つですよ。何のけじめもつけられないんだからさ。 日本の政治や連中なんて、ドイツもこいつも、与党も野党も。うん、で、えで、ー、まあ一方の、あ、これ、杉田さんがあおっしゃってることですかね、えー。一方の否定から入るのではなく、相手の意見を尊重し、言論と言論でやり合うのが正しい姿だと思います。北による拉致事件もないことにされていました。えー、慰安婦の強制連行、制度例は事実のように報じられ、それを否定すると、歴史修正主義者とレッテル張りされました。今はどうですかと。うん まあ昭和の頃に比べればだいぶマシにはなったのかもしれないですけどもねどれ1つ取っても解決には至ってないですからね,ねそうですよね慰安婦詐欺も徴用工詐欺もね、うん、拉致被害もずっとそのまんま問題としてそこに存在し続けてますよねなくなったわけじゃないですよね、うん、なのにね日韓友好だの関係改善だのよく言えるよなってそこなんですよね。 何回も言ってますけどどの口が言うんだよってそういう話じゃないですか、ね、それはそれ、ね、政治は政治歴史は歴史、ね、文化交流は文化交流、ね、商売は商売そうじゃねえよ僕から言わせればそんなそんなね都合のいい話ないんですよ特にやらかした側からすればそんな都合のいい話ないですよね やらかした側は当然そういう都合のいい話を、ね、持ちかけてきますけど、ね、やられっぱなしの我々としては冗談じゃねえよって話にならなきゃおかしいんですよ。こういう状態はた,たったここで取り上げられてるの3つですよ。ね、でも随分、ねうん、大きな3つですよ。とてもじゃないけど外すわけにはよそに置いとくわけにはいかない3つなんですけども、どうやら日本社会がもうそっち側にすっ転んじゃってくからね。うん だからそれはおかしいですよね。そうじゃないですよね。嘘は嘘。ダメなもんはダメ、ね。違うもんは違う。本当はこうですよねって言うと、ねうん、だから杉田さんがおっしゃるよね歴史修正主義者だ。ね、シャベっだキャベツだって騒ぐわけでしょ。うん、自然に名詞を有給するってこっちのセリフだよ。うん、っていうことを昔に比べれば、ね、言う人も、うんうん、頻度も。 ねええー、増えたとは思いますけど、まだまだ全然足らないですよ、だって解決してないんだからさ、ね嘘でざらめ超えてゆすってかかってきた落とし前はつけさせなきゃいけないですよね、ねその辺を全部きっちり片付けて、生算して、ね、その後の話だよ、日韓有効だなんだっていう、ね、本気でそういうつもりでいるのかどうか、確かめさせてもらうのは、今のところ、全部日本がゆすってたかれ続けてきた歴史しかない、その積み重ねしかないんだからさ。 それなんか生産しない限りは、ね、先になんか進まねえよ、うん。それ置いといてなんてありえねえっつうの。普通に考えて。だどんだけ日本社会がおかしい状況だったかっていうことをもっともっと多くの日本国民が知らないとダメってことですよ。うん、いつも言ってますけどね。うん、さて、じゃあここからちょっと続き後半サロンの方に行きましょうかね。在日特権の話で。うんね、うんんね じゃあ今回は以上です。